本出たんですが、さあこの当たりは亀井の当たりは糸井が見送っている。2者連続のホームランになりました。今日これでチームに捉えられたスピード1打席目は捉えられました。亀井の当たりはどうか、レフトへ入ります。変化球ライトへ伸びていく亀井の打球がスタンドに入りました。この回もジャイアンツこのところ止まらないオーダー上位打線。どうだ、亀井の当たりはライト伸びていってライト平田は一歩も動きません。亀井義行の先頭バッターホームラン。どうだ、ライトに上がっている、ライトに上がってジャイアンツファンの待つライトスタンドに入りました。流れを変えるタイムリー、そして今度はホームラン。ベテラン亀井頼りになります。